オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。パーソナリティの野瀬雄介です。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをわかりやすくお伝えします。またリスナーの皆さんからのお便り紹介や講師へのインタビューなども随時お届けします。本日のアラカフェットの担当は三輪先生です。それではどうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは、アンサンブル講師の三輪です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回からまたアラカフェットは少し番組をリニューアルいたします。番組の最初にフランス在住講師の私ミワ、そして年に数ヶ月パリに滞在されるという大輔先生が、日本人から見たフランスの珍しいところや魅力などを、その話題にちなんだフランス語と一緒に短くお伝えします。これからどうぞよろしくお願いします。さて10月も半ばを過ぎ、フランスはすっかり朝晩の冷え込みが厳しくなりました。ダウンコートなど厚手のものを羽織った人たちが増えてきています。また秋も深まってきたので、道路には落ち葉がたくさん。フランスの街路樹も秋になると多少は色づきますが、日本のように色鮮やかな紅葉はほとんど見られず、夏の青葉が秋になると色あせて枯れて地面に落ちるというだけなので、秋は少し寂しく感じます。ちなみに紅葉を表すフランス語はLes feuilles rouges. Les feuilles rouges. 意味は赤い葉ですね。または Les feuilles d'automne. Les feuilles d'automne. 秋の葉という意味の言い方もします。Feuille という女性名詞は複数形を使いますので気をつけましょう。日本の秋の特徴をフランス語で説明するときにもとってもよく使う言葉なので、ぜひ覚えてくださいね。さて本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は私ミワがお届けするフランス語レッスンです。今回は入門者向けにフランス語の基本挨拶についてのポイントをお伝えします。そして第2部は、アンサンブル期待の新人講師、パメラ先生のプロフィールと魅力をお伝えします。では早速、本日のフランス語レッスンを始めましょう。ワンポイントフランス語レッスン。皆さんこんにちは。アンサンブル講師のミワです。こちらのコーナーでは、アンサンブルが自信を持って作成し、生徒様にレッスンや自習でお使いいただいているオリジナル教材の中から、知っておくと便利な表現やポイントをご紹介します。フランス語ビデオ講座、文法解説ビデオ第2課より、意外に知られていないフランクな自己紹介の仕方をご紹介します。フランス語で自分の名前を名乗るときの決まり文句といえば、そうですよね。ジュマペル。後ろに名前をつけて、例えば、ジュマペルミワと言います。ところが、若い人たちの間や初対面から打ち解けた雰囲気の場合、自己紹介の際にかしこまって、ジュマペルというフランス人はほとんどいません。では、代わりにどう言うのでしょうか。
実は、モア、セミは、モア、セミは、のように言います。モアは、私を意味する認証代名詞の強制形。そして、セミは、それはミワです。というごくシンプルな文ですから、モア、セミは、私はミワです。もっとフランクに訳すなら、私はね、ミワっていうの。こんな感じでしょうか。さらに、もっと短いパターンでは、ジュマペルも、セも使わず、ただ名前だけを言うことが、実はとても多いです。相手の目を見てにっこりと、ミワと言えばそれで OK。簡単ですよね。最後におさらいです。自分の名前を言うとき、正式に使うフレーズは、ジュマペル。フランクな言い方としては、モア、セ。最後に、最も短い言い方は、名前だけ。状況に応じて、上手に使い分けてくださいね。いかがでしたか？アンサンブル・アン・フランセの自習用教材、フランス語ビデオ講座の文法解説編第2課では、今回のテーマである自己紹介についてさらに詳しく解説されています。第2課は3部構成。1レッスン29分にわたって挨拶表現と発音のポイントを学習することができます。ネイティブスピーカーによる会話音声や練習問題もありますので、視聴後の復習までしっかりサポートします。ご興味がある方はぜひ、フランス語ビデオ講座のホームページより無料視聴をお試しくださいね。それではまた。アビアントー。三輪先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大手のオンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部では、今年7月よりオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセでレッスンを開始されているパメラ先生をご紹介します。パメラ先生は2015年よりフランス語講師として活躍しています。ダエフル、フランス語教授法の資格を持ち、気さくで雰囲気が温かく、どなたでも打ち解けやすい人柄のため、緊張せずにレッスンを受けられます。各生徒様のレベルを的確に見抜き、常にステップアップができる内容をご提供します。カナダでの在住経験も長く、英語を使ってのフランス語指導も可能です。スキルの高いパメラ先生のレッスン、ぜひ皆さんご受講ください。講師からのメッセージもご紹介します。皆さんこんにちは。アンサンブル・フランセ講師のパメラです。出身はノルマンディです。ご存知ですか？ノルマンディといえばモンサンミシェルやカマンベールチーズですね。一緒にフランス語を勉強してみませんか？お待ちしております。 Bonjour, je m'appelle Pamela. Je suis professeur à Ensemble en français. Je suis originaire de la région Normandie. C'est une région très connue pour le Mont Saint-Michel et pour le fromage appelé camembert. Si vous voulez progresser en français, n'hésitez pas à faire appel à moi. À bientôt. 日本語も通じますので、初級から上級の生徒様におすすめです。これを機にぜひご受講くださいね。オンラインフランス語学校
アンサンブル・アン・フランセでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語会話レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では、入会した生徒様の 92.2% が3ヶ月以上継続し、さらに 96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいています。継続率と満足度の高さがアンサンブルの自慢です。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な方も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、すべてのレベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにもご参加いただけます。レッスン内容はディクテ教科、発音教科、そして会話教科という3種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしております。本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしています。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。また同じくアンサンブルが運営しているフランス365最新ニュースでは、今フランスで起きている最も注目されているニュースを日本語とフランス語を交えてお届けしています。週の初めにはフランス365、金曜日にはアラカフェットをぜひ聞いてくださいね。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それではまた次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。